はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シェリウスです。というわけで今回はこちらのローテッドリサージェンスをやってきた時の試合となってます。もう早速ね、使った武器の紹介に移るんですけど、使った武器はこちらです。SMG で FJX ホルス AR のリアルというか、実質 SMG なんですけど、AR の MCW を使った感じとなってます。もう今回のロードアウトのテーマとしては、もうインファイトゴリゴリやろうっていうテーマで、ドローテッドリサージェンスっていうモード自体も開幕からロードアウト持ってて、ゴリゴリ戦いに行けるモードなので、2試合分お送りするんですけど、どっちの試合ともね、めちゃめちゃインファイトを仕掛けて、戦ってる感じなので、よかったら最後まで見ていってください。ね、カスタムの内容を見るとこんな感じとなってます。これ海外のね、リサージェンスめちゃめちゃ大好きなトップ選手のねカスタムを真似たっていう感じなんですけど、この武器は本当にド近距離で軽くめっちゃ発揮するみたいなタイプと、なってます。なんで、それこそね、今のストライカー9とか前の HRM9 みたいにちょっと離れた距離もまあ頑張ったらいけるよみたいな、そんな SMG ではないので、簡単な話、建物の内部、中で戦うのが一番分かりやすい、その光線距離的には、分かりやすいかなと思います。で、もう片方が MCW ですね。こちらも、動画で紹介した通りかな。自分はサイトをつける方がめちゃめちゃ狙いやすいんで、サイトをつけてます。ただ好みのやつでいいかな、サイトは。で、MCW は個人的に今近距離武器の中で、もう本当に1、2番ぐらい火力あるんじゃないかなって思います。継戦能力がね、弾数が少ないんで、そこが厳しいんですけど、その単体の火力だけを見たら、この武器めちゃめちゃ強いんで、ローテッドリサージェンスね、使ってみるのもいいですし、ウルジクスタンの方で、使ってみるのも全然面白いと思います。その他のね、スモークとか、投げナイフとか、パクトはこんな感じとなってます。はい、ということで、早速ですが、試合の方に移っていきたいなと思います。先ほども言ったんですけど、めちゃめちゃ近距離のね、その戦いをね、何度も、繰り返して、結構いい試合が取れてるので、よかったら最後まで見ていってください。そして、もしよかったら、チャンネル登録だったり、高評価、Twitter のフォローなどをしていただけるとめっちゃ嬉しいので、よろしくお願いいたします。それでは試合の方に移ります。どうぞ。ゲームコーチング実施中です。詳細は概要欄からご覧ください。一気に前進だな今。これな、一発外すと致命的なんだよな。あれ、ずっと止まってるかな。止まってなかった。マジで今の死なね。マジか。仲間が再展開されたぞ。よくやった。なんか常にリロードしておきたいんだけど、これ常に弾が入ってるほしい。で、余裕あったらもうリロードしちゃった方がいいな。無限にみんな戦ってくれるね。静かなる殺人鬼になる。そう、これね、2発目間に合わないんだよな。ちゃんとやればね、対策できるんだけど、ちゃんとやんなきゃいけないのが嫌なところだ。とんでもない草の
数々。オーライ。やっぱりこれが一番形としてはいいのかもね。ね。うわー、スライディング。危ね。なんだこれ。なんか一生テレミットだけ投げてるよ。お前グンネース、オッケー、ナイス、いいね。残りの奴らを特定した。いいよ。残りの奴らを特定した。いいタイだね。こういうのができるようになるとこのゲームはおもろいと。場所が分かんねえんだよな、シンプルに。あのスクワットの残りの連中をマークする。追い詰めろ。接する UAV は戦域を離脱した。仲間が再展開された。よくやった。ターゲットタウン。この人がどこ来るかな。別のとこ行ったか。まあさすがにか。俺もそろそろ別の場所行くか。ちょっと近距離が難しいところになってきたな。死んじゃったらしょうがないね、これ。死んだらしゃあなしの精神で行きましょう。あ、なんか、一だけ俺バレてんの？なんでなんだ？すごいことになってる。オキュペーションスキャン。地面に水中に潜って隠れるんだ。はぁ、レーフゾーンに移動しろ。敵が戦域に降下してくる。アーマースロットが増えた。予備のプレートを持っておくといい。やべえ、なんか頭の中がおかしくなった。俺ええやばこいつ危な。
やばすぎなんじゃが。下か。俺の MCW 消えちゃったよ。どうしてくれんの。ガスが接近。セーフゾーンの位置を変える。グッドキル。あのスクワットの残りの連中をマークする。追い詰める。来ないんだこれ。あれ？追いかけてきてたはずだわ。投げナイフなんて無限にあるからな、これ。なんか俺ここでしか戦ってない気がするんだけど、大丈夫そう？あーこれ無理、もうダメ。一回ね、仕留め損なった敵はあんまり追いかけない方がね、いいんだよな。下だな、ちょっと。お前のスクワットはセーフゾーンに到着した。いやーマジか。なんかみんなくっつき始めたな。再展開されるぞ。俺が帰ってこれるんだ。お前が最後の一人だ。スクワットの再展開まで。敵のスクワットがお前を追ってる。ファイヤーセール有効。購入ステーションの価格が変更された。スクワットが再展開されたぞ。よくやった。あのスクワットの残りの連中を回って追い詰めろ。こっから頑張りますか。反対側もいるっぽいね、これね。スクワットメイトが戦域を離れた。再展開時間を短縮する。いやーもうまあ限界かこれが。まあしゃあないわ。頑張ったしょ。これ頑張ったわ。24頑張った。